ドルは、フランス、ブルゴーニフランシュコンテ地域圏ジュラ圏のコミューン。ローマ時代、街道が交差するドルの地には、農村集落があった。ドラという地名に触れられたのは、ラングル市教部ジュノンの伝記において、ドゥにあるドルの記述で、11世紀後半には別の文書において、城の存在に触れている。この要塞がドゥ側を監視していた。ドルは、ドゥ川谷への入り口にある。 曲がりくねった川の流れを見下ろす丘の上にある村や町には語源であるドルの名が当てられた。12世紀はドルの大きな前身の時代だった。1120年にはキリスト教会の集会所が移動してきたとみられる。ボームレイコールメシュールのレペラーンズの都市、サンジョルジュ教会は正式に教区の中心教会となり、教会はドルを封建都市として認識したのである。 1130年から川の水運で運ばれるすべての商品に対して通行料がかけられた。986年にブルゴーニ伯爵領が創設された。初期のブルゴーニ伯たちはドルに住んだ後、グレー、ポリニー、カンジェーに住んだ。伯爵の力が弱まると、新生ローマ皇帝コンラート2世は11世紀にブザンソンを帝国自由都市として併合した。このため、 ドルに首都となる余地が生まれた。ブルゴーニュ・ハクルノー三世は、ドルに機会を与えた。彼はドルを主たる、居住地とし、都市を成長させようと固い石の壁を築き、商品見本市をはじめ、ドゥー川沿いに水車を建設し、川に十七のアーチを備えた、大きな石橋をかけさせた。これがドルの貿易と産業の始まりだった。この時にドルは、真の都市となった。 ルノー三世が死ぬと、継承問題が生じた。生着の子は十四歳の娘、ベアトリスだけだったのである。ベアトリスは後に神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世と結婚し、ブルゴーニ伯爵領は帝国の一部となった。その長い知性の間、フリードリヒ一世はドルに数回滞在した。彼はドルの城を拡張させた。フリードリヒ死後の千百九十年。 その子孫が借位を数代継いだ。偉大な皇帝の最後の子孫、アリックス・ド・メラニーは1236年にユング・ド・シャロンと結婚し、伯爵による統治が戻った。1274年には郵便料金への助成に関する検証が与えられた。アリックスの息子トン世・コセイは母親とは大きく異なる人物だった。彼は直ちに借金を暴引きにさせ、 フランス王フィリップ4世と1294年にバンセンヌ条約を結んで王がブルゴーニ伯爵領を買収する提案に同意したのである。フランス王がドル領主となり効果が変更されるため造兵所が設置された。しかし併合のすべての過程が終わる前にフィリップ4世が死んだ。オトン4世と非魔王ダルトアの娘ジャンヌ2世が白衣を継いだ。 彼女はパリで見たものに触発され、1323年に議会を召集した。ジャンヌ2世の娘ジャンヌ3世は、ブルゴーニュ公ウード4世と結婚し、以後ブルゴーニュ伯爵位は、ブルゴーニュー公爵が継承していった。ブルゴーニュー伯爵とブルゴーニュー公爵が同君となったのは、ディジョンに近いドルに有益であった。しかし運命はドルの側にあった。ペスト流行で、 ブルゴーニュ公フィリップ一世が創生し、継承が絶えたのである。フランス王ジャン二世がブルゴーニュ公国を併合し、21の塔と4つの門を持つ城壁でドルの防衛を強化した。ジャン二世の王子であるフィリップがブルゴーニュ公となり、1369年にフランドル女白マルグリット三世と結婚した。 1419年から1467年までのフィリップ全領校の長い治世には、ドルも最初の黄金時代を迎えた。文芸を友とする公爵が、花々しく支配したのである。1423年、全領校はドルに大学を設置した。1477年、シャルル都市新校が死ぬと、困難が待っていた。都市新校の政策は国を弱体化させていた。 ルイ11世はドルの保護を拒否して同年のうちにドルを包囲した。勇敢なドル市民が侵攻を退りぞけたが2年後に王は策略を用いて再び軍を差し向けた。靴屋の地下室に逃げた者以外はすべてが殺されたという大虐殺が行われた。ルイ11世はドル市民に家屋の再建を禁じた。地下室に逃れた人々は シャルル8世の殺傷アングド傍受によって再建を認められた。イエズス会の神学校1493年のサンリス条約によって、フランスはブルゴーニ伯爵領を新生ローマ皇帝マクシメリアン一世へ返還した。ドルの町はゴシック様式で再建された。ノートルダム教会はこの時代のものである。マリーの着難フィリップ美皇が死ぬと、 フィリップの妹マルグリッドが広告を収めた。彼女はフランスと交渉を行って、貴婦人によるカンブレーの和訳で中立を保った。マルグリッドの死後に交漁を継いだのは、おいで神聖ローマ皇帝兼スペイン王のカール五世で、彼はドルをフランス王に立ち向かう能力を持つ軍事拠点として強化することにした。ジェノバ人のプレシピアーノが、後の傍ンの様式が垣間見える。 円形要塞建設を行った。フェリペ二世が、父の事業を完了させ、町を取り囲む堀にドゥー側の水を引き入れた。フェリペ二世の死後、南ネーデルラント総督及び、フランドル博、フランシュコンテの監督者となったのは、王女イサベル・クララ・エウヘニアであった。彼女の知性は繁栄の時代で、多くの学生を引きつける、大きな名声を得ていた。卸売市場は、 香辛料で満ち溢れ、首都会の神学校、イエズス会の神学校といった教育機関が増加した。私立病院の建設はジャンボワ版の設計案で行われた。1633年に総督イサベルが死去した後も、ドールの繁栄は続き、商業が発展し、農業が盛んで市場は品揃えが豊富であったが、危険は門の外にあった。 アダム・フランス・ファン・メウレンが、ドル包囲戦フランス最小利主流は、スペイン・ハプスブルク家が支配する、フランシュコンの野望を、再び露にした。30年戦争で新生ローマ帝国は弱体化し、スペイン経済は衰退し始めた。1636年5月27日、コンデコー、アンリ2世の軍がドルに到達した。非常に困難な包囲戦が始まった。 城壁が頑丈であったため工場は80日間続き、ペスト流行が猛威を振るった。ドル市民の情熱がフランス軍を退け、彼らは8月15日に野営をやめた。包囲前に4500人であった住民は662人に減っていた。ドル住民は死を再建した。都市の生活が続く一方で安定した家が与えられた。しかし1668年、 ルイ14世はフランシュコンテ征服を再開するため、再びカルロス2世の弱さにつけ込んだ。2月10日、王はドルに2万人の軍を送り込んだ。ドル側の兵は1000人足らずだった。包囲戦は3日間続いた。騎乗のルイ14世はアランモンを通ってドルに入場した。ルイ14世はフランドルをも得ようとヨーロッパと同盟を準備し、定置諸州を監督することにした。 王はフランドル薄領を選び、6年後には再びドルを包囲した。1674年6月6日、王はボー傍ンラを引き連れ包囲戦の場にやってきた。7月9日に門が開けられた。最初、ドル住民はフランス征服によってちっぽけな街のランクに落とされたという屈辱を覚え、フランスに併合されたと感じた。議会が廃止され、 高等法院が1676年にブザンソンへ移された。ドルの大学は1691年にブザンソンに再統合され、ドルの造兵所は閉じられた。ハプスブルク家時代に築かれた要塞は防盤式の下で破壊された。ドルの有力家族はブザンソンへ移住した。ローネラン・ウンガドルはドゥーケンとローネラン・ウンガに接する。 ディジョンとブザンソン間 45km の中途にある。ドルは A36 と A39 のジャンクションであり、パリローザンヌ間、ディジョンストラスブール間の鉄道路線が通る。西岸海洋性気候の特性を持ち、2003年8月8日に最高気温摂氏40度を記録した。1985年1月10日には最低気温、摂氏24度を記録している。 年間平均気温は摂氏10.5度である。住民の多数がサービス業に従事する。医療、教育、小売物流、金融などである。ドルはフランスの歴史と芸術の町に登録されている。1993年、市は113ヘクタールの保護地区を指定した。ドルの分解産は、旧市街にある典型的な狭い路地、境界周辺が特徴である。 リーセンスメントで2007でコミューンズジュジュラハットヘンリーバートンドダンダビダオヘンリーバートンドセリーブルアーカイブド2009年2月6日アットザウェイバックマシンディビドルハットボバンインテリジェンス P166 ありがとうございます